をお伝えします。歩行者天国でにぎわう東京秋葉原の駅近くの路上で男が通行人をトラックに乗ったまま次々に捕まえた。繰り返し繰り返して少しずつ忘れてんだろうか。気が狂うほどまともな日常。どういうことですか？何をするつもりですか？ぶった切んだよ、そこら辺の奴らをよ、ナイフでよ。で、爆から爆破させんだよ。やってよ、ほら。